アグニエシカ・ホランドは、ポーランド・ワルシャワ出身の映画監督、脚本家である。日本語による表記は、ポーランド語での発音に基づきアグニエシカ・ホラントなどと、されることがある。ワルシャワで生まれる。父、ヘンリク・ホラントは、ユダヤ教系ポーランド人。母、レーナは、キリスト教系ポーランド人。父の両親は、第二次世界大戦中に、ナチスドイツが、 ワルシャワのユダヤ系の人々が多く住む住宅街に設置したワルシャーゲット王で亡くなった。母は経験なローマカトリック教徒で第二次世界大戦中はナチスドイツに対するポーランド国民抵抗組織のポーランド地下国家に属し1944年のワルシャワ放棄において最前線で戦った。アニエスカ本人は特に宗教教育を受けずに育った。プラハで 映画制作を学び、助監督としてそのキャリアをスタートさせた。1970年代から1980年代初頭に、かけてはアンジェワイダの運営する映画ユニット X に所属し、ワイダ作品の脚本も手掛けている。監督デビューは70年代後半。以後、当時ポーランド映画界を席巻した、道徳的不安の映画運動の新進若手監督として活躍。 この時期に撮られた代表作は田舎俳優、発熱、孤独な女など。1981年の戒厳令を機に西側諸国に移住する。以後はフランス、ドイツ、アメリカで映画監督として活躍。1986年には第二次世界大戦中、あるユダヤ人女性をナチスの迫害からかくまう。 ドイツ人農夫を描いたビッテレ・アンタでアカデミー外国語映画賞にノミネートされた。現在でもアメリカドイツ・ポーランドなど世界中を舞台に活躍している。近年ではテレビシリーズのコールドケース迷宮事件簿やザワイヤの数エピソードでも演出を手掛けている。アグニエシュカ・ホラント、ありがとうございます。